はい、今回はですね、四国は香川県のキャンピングカーメガディーラー岡モーターさんが製造販売しておりますミニチュアクルーズ、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、このミニチュアクルーズ、軽自動車ベースのですねキャンピングカーね、軽バンコのカテゴリーになるんですけども、少し前にですね、実はこの同じミニチュアクルーズをね動画でご紹介したんですけど、今回はね2022年の新しいタイプになりますので、そちらの違いもですね見ていただければなと思います。そしてこのミニチュアクルーズをですね今ご検討中の方には重要なお知らせがありますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラー、いろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ミニチュアクルーズの室内はダークな木目とライトグレーのファブリックが飽きのこない落ち着いた空間を作っております。特に家具は従来比マイナス 30% の軽量化に成功した新素材を使われております。はい、それではミニチュアクルーズの室内をご紹介していきたいと思います。この運転席のすぐ後ろにですねメインスイッチがあります。電装品関係を使う場合はねこのメインスイッチを入れるんですけど、まずですねこれ、このようにですねメインバッテリーとサブバッテリーの電圧計になっております。そしてこのメインというですねスイッチを入れると中にですね照明だとかを使えるようになります。でこの A というねスイッチはこのセンターのこのダウンライトのですね照明のスイッチになってまして、この B に関してはこちらの間接照明のですねスイッチになっております。ここで照明関係もね操作できますし、ここもですね実はタッチ式になってますので調光もできますし、ここでオンオフもできる仕組みになっております。これ長押しするとねこう調光になって明るくしたり少しね暗めにしたりすることも可能です。そしてこのメインスイッチのですねすぐ横にはこれ実は収納スペースね、まあ、10センチあるかなっていうぐらいなんですけど、こういうねタオル関係だとか着替えなんかもねこのような感じで収納することができますね。こことこちら側にもねあります。そしてこのメインスイッチの下にはですねこれティッシュのですね収納ボックスがあるんですよね。まあちょっとしたことなんですけど、こういうところにねティッシュを置いとけばね使いたい時にすっとこうね手が届くところにありますから、このような感じでねティッシュをすぐ使うことがねできますので、ここにもですねティッシュケースもねありますので非常に便利かなと思います。はい、そしてこれがですね新しくオプション設定ができたんですけど、これね換気ができるファンがつきました。これですねウィンドウ換気といってですね、実はこのねパソコンについてるようなこのファンが4つついてて、これですね排気してくれるんです。これまずねスイッチを入れていきたいと思います。はい、まずこの換気扇を動かすためにはですね、これ窓を開けないとね排気しても意味がありませんので、この状態で窓をちょっと開けます。はい、このぐらいかな。でこれオプションでこれ網戸をつければですね虫とかが入ってきませんので、まず一応ねこの状態で動かしてみたいと思います。はい、スイッチはねここにありまして、これをね回すと、はい、このような感じでね、これ一応調節ファンね周りも調節できるんですよね。で結構ね今これ風感じれるぐらいに、ね、流れてきてます。はい、これわかりますかね、結構吸われてもこのような感じで結構ねいい勢いで風は吸われるので、換気するには十分なぐらいのね風量の調整ができると思います。ここで弱めることもできるし、ちょっとね回ってるか回ってないぐらいの微妙な回り方もこういうふうにできますので、そして結構強めにするとこれ今マックスなんですけど、わかりますかね、これこのぐらい風がね行きますので、結構ね換気は十分かなと思います。はい、そしてこのねファンの横にはこのような感じで、右側にはギャレーがあります。はい、こちらにはですね 100V のコンセントと 12V の、ね、シガーソケット、そしてオプションなんですけどこれ FF ヒーター、ベバストのヒーターのですねスイッチがここにつきます。はい、こちらのねキャビネットの方は先ほど同様ねここに収納スペースもありますし、これオプションなんですけど、ここにですね開けてもらうとですね、ここに、はい、このような感じで、はい、化粧ミラーというのがね
オプションでこれ選べるんですけども、こうするとですね、まあ、ここのシンクもありますからね、まあ、女性だとかは結構ここでねお化粧ちょっと直したりだとかっていうことができるかと思いますので、これなかなかですねあのきめ細やかなですね作りになってますよね。このような感じで化粧のね化粧ミラーというのも選択することが可能です。はい、そしてこちらにはですねシンクがありまして、この蛇口はですねここでもちろん使えますし、引っ張り出すこともできるので、ここじゃなくて外側でですね実はアウトサイドシャワーとしてね使うことができます。この蛇口はこのように外側でも使うことが可能です。キャンプ道具を洗ったり、ワンちゃん飼っている方は足を洗ったりなどしてあげることが可能かと思います。給水タンクの取り出しはこちら側から行います。脱着も簡単ですし、容量もあまり大きくはないので、女性やお子様でも取り替えが可能かと思います。はい、そしてこの下はですね、はい、このようになりました。まあ、テーブル側にもなりますし、これね、実はこの部分が非常に頑丈なんですよ。だからちょっとやそっとぐらいのね、グッと押してもね、ガチャガチャ言わないですし、非常に頑丈です。はい、そしてこのですねシンクの下にはここに給水タンクがあります。この給水タンクで使った水をですねここでシンクで使えるんですけども、まあ、排水タンクに関してはね後でご説明するんですけども、腹下にですねステンレスの排水タンクがあります。はい、そしてこちらの方にですねこれ結構変わったんですけど、これね 100V の充電器、これオプションなんですけど 100V の充電器ここについて、そしてですねこれこの板を取り外す仕組みになってますけど、ここを開けるとですねちょうど、ヒューズ関係だとかですね走行充電器だとか、あとねこの下ねバッテリーが入ってるんですけど、このような感じで、ね、仕切られた風に、ね、なっております。実は今までのですね古いタイプのミニチュアクルーズはこれがねむき出しだったんですけども、このような感じですね、まあ、水回りものはありますからね、こういう感じで、まあ、仕切るこういうね板ができたというのは非常に大きいと思うんですけども、はい、助手席側左側ですねキャビネットをご紹介します。はい、この一番上にはですね収納スペースがあるんですけどもね、これがですねなかなか広いんですよ。そしてこのねドアもこれここの場所で保持してくれるので、確か今までのですねミニチュアクルーズはこれ開けたらバタンって閉まってる状態だったんですけど、このね任意の場所をこう止めることができるんで、これね変わったポイントなんじゃないかなと思うんですけども、はい、そしてこれ奥行きね25センチぐらいの横幅がですね30センチ40センチぐらいありますかね、高さもまあ20数センチぐらいありますので、K のですねキャンピングカーにしては収納がなかなか広いかと思います。はい、そしてこの下にはですねこのような形で、間接照明、これねここで LED の照明がついてるんです。ここでオンオフできますし、これタオルハンガーもありますからね、ちょっとしたものタオルかけたりだとか、あとねこういう S 字フックみたいなので物をかけたりってこともできるかと思います。はい、そしてこちらはねあのキャビネットになってまして、まあちょっとした物を置くスペースとカップホルダーがあって、ここにですね 100V のインバーターとこのスイッチがあります。実はですねこれデスクワークパッケージといって、まあこのここの下にはインバーターが入ってるんですけど、 300W のインバーターの出力がですねここになっておりますので、まあ、これとこの照明とエントランスドアのねこちらの間接照明がねこのセットになって、実はデスクワークパッケージってオプションなんですけども、これを選択していただくとですね、例えばこのテーブルをこのように出して、まあ、パソコンなり置いてね電源をここから取ってっていう風にはデスクワークができますよっていうオプション装備なんですよ。これ実はですね結構ミニチュアクルーズを選ばれる方はこのデスクワークパッケージをですね選ばれる方が多くて、まあ、ここでですねそういうデスクワークもできますよっていうお得なね装備になっております。はい、そのインバーターがこの下にですね装備されておりまして、このねインバーターここにありまして、先ほどご説明したですね FF ヒーターの排気口がねここにあります。ここからね暖かい音符が出てくるんですけども、このような感じで快適にですねここでデスクワークをすることができます。はい、そしてこれオプションなんですけど、これマルチウェイのねテレビもついてますね。こちらも展開してみたいと思います。このマルチウェイ液晶テレビは走行中はこのように後ろ向きになっております。テレビを見る場合はこの後ろのロックを緩めてテレビ自体を前向きに向かえます。
そしてもう一つのロックを緩めてこのようにスライドさせると前向きにテレビが向くことが可能です。運転席、助手席の後ろにはこのように21段階の高さを調整できるリクライニング機構があります。これによりベッドマットをリクライニングさせることが可能です。まずはベッド展開するときはこのバーを一段下まで下げて助手席側のシートをこのバーの下に入れ込みます。次に運転席側、右側のシートもこのバーの下に入れます。ここまで来ればあとはベッド展開は簡単です。先ほどの21段階のバーの上とこの背もたれの部分にある板の上に4分割のマットをはめ込んであげるだけでベッドは完成します。ちなみにこのシートは半分だけマット、半分だけシートというふうに半分ずつ使い分けることも可能です。はい、このように段差がまるでない綺麗なベッドが出来上がりました。はい、実際にこのように横になってみました。助手席は倒してフラットにしてありますので頭部分のスペースが非常に広いです。運転席も少しリクライニング前に倒した状態ですけども、このように私が横になっても頭が使えることはありませんでした。先ほどご紹介したリクライニングもこのように高さをつけることによって寝そべりながらテレビを鑑賞することができますね。はい、ミニチュアクルーズのこのですねベッドマットにも秘密があります。これね6センチのですね厚みがあって、実はウレタンのですね3層構造になってるんですよ。でこれね寝てみたんですけど非常にですね、まあ硬すぎずそして柔らかすぎずのですねちょうどいいマットなんですよね。まあ軽のねキャンピングカーって言ったら結構このマットがね変な話安っぽいのも実はあるんですよ。でもねこのミニチュアクルーズのこのベッドマットはねなかなか寝心地がねこれいいです。で一応オプションでコイルスプリングのねものもあるんですけども、これだけでもですねまあ軽とは思えないですね寝心地がね得られるかと思いますので、これも結構、ね、個人的にはねおすすめですね。それでは外装をご紹介します。ベース車両はスズキのエブリーバンを使っております。外部電源取り入れ口はナンバープレート横に位置しております。このように付属の外部電源コードをボディに接続してコンセントに挿せばサブバッテリーを 100V で充電することが可能です。車両最後部にはこのように約100リッターの収納スペースがあります。この収納スペースはテーブルの格納場所としても使えますし、荷物ももちろん積むことが可能です。このテーブルは展開することができますので、いろんな使い方をしてみたいと思います。まずはキャンプ場などではこのようにアウトサイドテーブルとして展開することが可能です。もう一つの使い方としては室内で使うことが可能です。両サイドのキャビネットにある跳ね上げ式テーブルを展開して空いたスペースに取り外したこの大きなテーブルを展開すると車内の横幅は目いっぱいある大きなテーブルになります。そうすると調理や食事、デスクワークなども何でもこなせる広いスペースになります。先ほどご紹介した FF 燃料式ヒーターはこの収納スペースにビルトインされております。車両右側スライドドアの下にはステンレス製の排水タンクがビルトインされております。タンクを車外に設置することによって室内を少しでも広くできる工夫ですね。はい、今回のミニチュアクルーズ2022年バージョンいかがだったでしょうか。まあ細部がね多少違ってる部分もあったかと思うんですけども、動画をご覧になった方はねいかがだったでしょうか。そして冒頭の方でですね重要なお知らせがありますとお伝えしたんですけど、
ミニチュアクルーズを選ばれているお客様の中で約8割強9割近くはですね、実はターボ車を選ばれているらしいんですよね。そしてこのね、実はスズキのエブリーバンというこのターボ車がですね、スズキさんでもう製造をしなくなってしまうんですよ。なのでミニチュアクルーズをね、今ご検討されている方は岡本太さんの方でね、まあ何十台かはターボ車を確保していただいているんですけども、やっぱり数量限定と、ね、なっておりますので、あのターボ車のですねミニチュアクルーズをご検討されている方、お早めにですね岡モーターさん、もしくはですね各都道府県の岡モーターさんの販売店までお問い合わせいただければなと思います。はい、この動画をね撮った時って実は4月だったんですけども、これ5月にアップする時に岡モーターさんに確認したら、実はもうターボ車完売してしまったようです。そして万が一ですね、このスズキのエブリーバンベースのターボ車をね、良かったけどちょっとねもう台数なくなっちゃったってね、なってしまった方をですね、実は朗報がありまして、ダイハツの今ね結構人気なんです、ダイハツのアトレーベースでもこの同様のですねミニチュアクルーズを作っておりますので、詳細に関しては概要欄にあります岡モーターさんのホームページをですね確認していただければなと思います。この他にもですね、まあ、ミニチュアクルーズコージーといってね、レイアウトが違うタイプのね、大注目のキャンピングカーもありますので、あの概要欄の方のね、岡モーターさんのホームページも確認していただければなと思います。はい、このミニチュアクルーズコージーなんですけどね、実はこれ今売れに売れて、もう生産が追いつかないぐらい売れてるそうです。ですので正直な話、納期はね、今1年ぐらいかかっちゃうそうなんですよね。そしてそのねミニチュアクルーズコージーもあともう少しでね私の手元に来ますので、動画もね作る予定ですので、もうしばらくお待ちください。はい、今回は岡モーターさんのミニチュアクルーズ2022年バージョンをご紹介しました。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。